この番組は、ウィーテック、ミリタリー&ポリスナインコンタクト、ご提供、桜記者さんと、楽しい人生の隠し味、ファミーライフシンジケート、黒猫アイゼット、ほか、ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。はい、今回は、ウィーテックのガスブローバックエアソフトガン、スミス&ウェッソン、ミリタリー&ポリスナインコンパクトで、ちょっと遊んでみる動画です。外箱の、くちばしのでっかい鳥と、90前後の初速表示が、とても気になってしまいますよね。このお品物は、当チャンネルのリスナー様、桜記者さんからご提供していただきました。あ、ハンドルネーム変わりましたよね。何派ともあれ、素敵なお品物とご応援、ありがとうございます。ということで、バカッと開けていきます。マニュアルは台湾語のもののみで、通常のものと、セミフル、セレクタブルなもののパーツリストの、2種類が同梱されていました。ということで、まずは外観を眺めつつ、軽い分解も交えつつ、初速などを測ってみて、威力のほどをチェックしていきましょう。パッケージの内容は、こんな感じです。交換用のグリップ、ピンク色のものもついていますね。本体は、大きさの割に重い印象です。桜記者さん曰く、なんちゃってブルーインズが施されているとのことですが、シルバーのスライドをブルーインズしたのかな?マガジンは自重で落下します。なんちゃってブルーイングとはいうものの、エッジから覗くシルバーといい、ポリマーフレームとメタルスライドといった実銃に、準じた構成といい、リアルな雰囲気がムンムンですよね。スミス&ウェッソンのミリタリー&ポリスといえば、同社のベストセラーリボルバーの、故障だったものですが、放出後期間での採用を、目指して開発されたこの自動拳銃に、改めて、ミリタリー&ポリス、軍と放出後期間という名前を、継承した感じでしょうか。波打ったセレーションが印象的ですね。実銃で存在するのかどうか、僕はわかりませんが、フレーム工具にはセミフルセレクターと、セフティ兼用のレバーがついています。セレクターを上げた状態で、トリガー空振りのセフティ、水平でセミオート、下に下げればフルオート、といった切り替えです。先端が樹脂製のトリガーセフティは、賛否の分かれるところかもしれませんね。メタルスライドには刻印のないタイプではありますが、金属の存在感が際立ちますね。グリップ工具のパームスウェルは、グリップ下部のパーツをひねって、ロックを解除して、簡単に交換することができますね。ただ、ピンクはちょっと個人的に、苦手ですね。このコンパクトさでセレクタブルなフルオートができちゃうマシンピストル、もうちょっと詳しく眺めていきましょう。外観の比較として、東京丸井のグロック26と、軽く比べてみましょう。グロック26の方が、ほんの少しスリムですね。一方のミリタリー&ポリスナインコンパクトの、方は、若干長いおかげか、ダストカバー部分が 20mm の、マウントレールになっていますね。ウィーテックのミリタリー&ポリスナインコンパクトは、マガジン込みで 615g、東京丸井のグロック26は 576g でした。ミリタリー&ポリスナインコンパクトの、マウントレールは短いので、装備できる機器は限定的ではありますが、小振りのライトならしっくり収まりますね。ケルトバレル式のショートリコイルは、各社 USB やグロックの、エアーソフトガンと同様に、アウターバレルのみティルトする方法で再現されていますね。金属製のスライドとともにアウターバレルもメタルなので、こういう動作時の感触がとても良いですよね。トリガーセフティは先端を押し込むとトリガー根元のロックが隠れてトリガー全体を引ける構造です。スライドストップは左右のどちらからも操作できるタイプです。試しに、グロック用のマウントレールを取り付けてみたところ、意外と使えそうな雰囲気でした。そして、いつしかこうなっている不思議です。ということでですね、ウィーテックの、スミス&ウェッソン、ミリタリー&ポリスナインコンパクトの、威力のほどを測定して、
見える化していきましょう。まずはトリガープルから測っていきます。ウィーテック、ミリタリー&ポリス9コンパクトのトリガープルは平均で 0.469kg でした。動作音量や初速も測っていきましょう。ガスはサンダーシュートのもの、 BB 弾は東京マルイのベアリングバイオ 0.2g をそれぞれ使いました。お次は動作時の音量です。生ガスほとばしる動作感、ガスの入れすぎかな。セミオートでの動作音量は 118.3dB でした。ちょっと調子が悪いっぽいのですが、フルオートでの動作音量は 118.5dB でした。気温は 25.0 度、マガジンは 29.8 度ほどに温めて初速を測っていきましょう。まずはセミオートです。初速の最大値は 70.47m/s、 0.4970 でした。マガジンは小さいのですが、割と初速も出るし、威力の落ち込みも少ない印象でした。お次はフルオートなのですが、どうにも不調でサイクルの測定まで至りませんでした。シリンダがピストンカップから外れてしまって、スライドが前進できなくなってしまうようです。スライドの後退しすぎかな。スプリングのテンション不足かな。シリンダがブリーチに戻るのも遅い様子なので、球団不要も起こってしまいます。ですが、どこかパーツの破損とかそういうトラブルではなさそうな気がしてしまいます。この場合だと、初めの4発しか BB 弾が発射されていませんでした。ポップアップパッキンの調子とか、うまくないのかな。不調の原因はわかりませんが、カラウト用のマガジンフォロワーを使うと、何だか調子が良いようです。生ガス大放出は小さいマガジンの宿命だとして、 BB 弾なしで快調となると、やっぱりポップアップパッキンあたりかな。まあせっかくなので、ちょっと分解して中身を覗いてみましょう。フレーム側はね、トラブルもないし、勉強不足で構造がよくわからないので、このままそっとしておきましょう。スライド側は、多分どこも同じようなものでしょうから、さらに分解してみましょう。このホップアップチャンバーは、丸いのもののコピーかな？このビス1本を外すと、リアサイトとブリーチがごっそり取り外せます。シリンダを交代させるための細いスプリングですね。シリンダはあっさり外れますが、あっさりしすぎているような気がします。気のせいかな。ピストンカップはビスの頭にはめ込まれていました。ブリーチも金属製ですね。エキストラクターは、モデルガンのようにライブと廃棄ませんが、金属製の別パーツなのが、好印象ですね。念のために、チャンバーも分解してチェックしてみましょう。
チャンバー内に欠品もなく、ポップアップパッキンにも破損もなく、弾力性もあって、特に問題点は見つかりませんでした。では、逆の手順で組んでいきます。この状態で、発射中に起こるトラブルを、再現すると、こんな感じです。シリンダがピストンカップより前に、出てしまって、引っかかってしまうんです。ただ、この感じ、どこかが壊れている様子も、ないので、リコイルスプリングやブリーキの、スプリングが下手ってしまって、スライドの動作量が前後に大きくなってしまったのかなと勝手に妄想診断してみます。ちなみにリコイルスプリングガイドの先端とスライドの間にリング状のブッシュのようなパーツがあるはずなのですが、ポロリしちゃったかな。しかし通常分解して組み立てるだけのこの作業でもカチリカチリと金属同士のぶつかる音がどうしてかものすごくときめくんですよね。はい、いかがでしたか？命中精度やグルーピングのチェックはできませんでしたが、それでも十分にコンパクトなマシンピストルを堪能できました。空打ちなら調子も良いし、もっぱらお座敷な僕にはぴったりですよ。ひんやりしたこれを傍らに、刑事ものの DVD なんかを、3つ、意味もなく通常分解しちゃうひととき、とても良いものですよね。最後までご視聴、ありがとうございます。たくさんのコメントやご応援、ライブ配信でのチャットなどなど、私とっても嬉しいです。以上おしまいです。またね。